があるように見えますからね。多分ね、怪獣カロリーも素晴らしっぽいと思うんですけども、はい、さあ皆さん位置についてください。さあ、さあ3年ぶりの復活ですから。そうですね、この企画をやると本当に特殊なお店からローションが品薄になるらしいです。この時期ね、はい、この時期、今回も1トン、はい、用意させていただきました。今回1トン用意しております。さあ皆さんよろしいですか、選手の皆さん。それでは定位置に着いたら、まずは皆さん目の前のヌルヌルをかぶってください。お願いします。さすがです。さすが黒沢さん、ヌルヌルでもちゃんと心臓からかけてましたね。ダイレクトに頭に行きませんでした。まずはお腹、ね、胸から行ってました。さあよろしいでしょうか皆さん。さあそれでは参りましょう。一体誰が一攫千金を手にするのか。それではバケツが出たらスタートです。はい、それでは参りましょう。一攫千金ヌルヌルトレジャーハンター第1試合スタート。3年ぶりに感謝祭にヌルヌルが帰ってまいりました。ヌルヌルトレジャーハンタースタートしました。1回戦、伊藤麻子、木山野良、八幡薫、バービー、黒沢和子、鈴木奈々、この6人による戦いです。頂上にある10万円を目指して、まずはリードしているのは鈴木奈々か。Yeah!
こに出しました。上からローションが流れてるので、日本中のヌルヌルがここに集結しているだけあって、なかなか頂上10万円の宝箱にはたどり着きません。八幡薫がトップ、平野も追いかけるが、平野が落ちていった。黒沢も落ちた。そして鈴木奈々がまたここでトップに立とうとしている。何度落ちてもくじけない女、これが鈴木奈々、まさに鈴木奈々、ボーズバンドの鈴木奈々、何度も中央から突破する。ここまで行く、ここまで、あと2だ、あと2だ。順調に上がっている。八幡薫が上がっているぞ、手を振っている。しかし鈴木奈々も後ろに向ける。八幡薫、これは最上段階に手をかけた、最上段階に手をかけた。鈴木が八幡を引っ張ろうとしている、引っ張ろうとしている、引っ張ろうと、抜けている、抜けている、取った。賞金10万円を手にしたのは八幡薫ちゃんです。